皆様、おはようございます。本日も小森慶子の聖書のお話をお届けいたします。明日9月18日は敬老の日ですので、本日は高齢者について少し考えてみたいと思います。高齢者とは人生を長く生きた人のことですよね。人生には幸せなこともあるのですが、また実際辛いこと、苦しいことも多くあります。どんなに信心深く生きて、あちこち神社仏閣を回ったり、教会に行っても、そして多額の、献金を、寄付を神社仏閣教会にしても、そのおかげで苦しみを避けて通ることはできません。生きている以上、幸せな時があり、辛い時があります。そのような人生経験が豊富な人、それを高齢者というのだと思います。話題を変えますが、精神的に悩みを抱えている人の一番多い訴えが、私の気持ちを誰も分かってくれないということだと聞いたことがあります。40歳くらいの時だったでしょうか。ある嬉しいことがあって、友達だと思っていた方に、その嬉しい話をしましたら、それは自慢になるから、私だからよかったけれど、他の人には言わない方がいいよ、と忠告されてしまいました。私は彼女が一緒に喜んでくれると思って行ったのですが、全く反対の結果になり、心に冷たい水をかけられたような悲しい気持ちになってしまいました。また、ある悲しいことがあって、今度は別の人ですが、友達だと思っている人にその話をしたら、そんなことがあったの、私も注意しよう、と言われました。この時も私の辛さを分かってもらえなかった気がして、言わなければよかったと思いました。そのような小さいけれど、いろいろな経験を皆様もしておられることでしょう。聖書が言う、共に喜び、共に泣くということは本当に難しいことだと思います。彼女たちも私の喜びや悲しさをもう本当は分かっていたけれども、それをうまく表現できなかっただけかもしれないな、などと今は、考えることができますが、その時にはそう思えませんでした。しかし、人は自分の人生で嬉しいこと、苦しいことなど、いろいろな経験をすることによって、他者の喜びや苦しみを自分の体験と重ね、それを自分のことと感じることができるようになるのではないかと思います。そういう意味からも、高齢になるということは、すなわち経験を積むということであり、人生の宝を手にすることではないかと思います。若いことを青いとも言いますが、年をとって円熟味を増し、一番味わいが出るのが高齢者ではないでしょうか。ある教会に赴任した時のことですが、初めて挨拶をしました。そこで自己紹介をしたのですが、私は椎間板ヘルニアの手術をしたことがあり、また離婚経験者ですと言いました。その会の後で、あまり教会に来ていなかった、教会員の方なんですが、私のところに来て、私も先生と二つ共通点があります。離婚していて、椎間板ヘルニアの手術をしていることです、と言われました。そんな同じ経験をした先生に来てもらって、この教会に来てもらってとても嬉しいです、というふうに言われたんですね。そして平日にも、時々、教会に来てくれるようになり、いろいろな話をするようになりました。私はその時まで、この二つの経験が、私の人生の汚点だと思っていました。手術は痛かったですし、また、離婚も辛い経験で、こんな経験本当はしたくなかったとずっと思っていたんですが、彼女との出会いによって、これらが、神様からの賜物であったことに気づきました。彼女は、自分と同じ
苦しい経験をした牧師がしてくれたことを喜んでくれ、私も自分の辛かった経験を喜ぶことができるようになりました。人生を長く生きてこられた高齢者の方々は、その年数だけ苦しいことを経験しておられるでしょう。人に言えないような辛いことがあったかもしれません。こんな辛いことは経験したくなかったというような苦しさもあったでしょう。しかし、そのような経験をした皆様だからこそ、今度は他の辛い人、苦しんでいる人を助けることができるのです。まあ、助けるっていうのは、苦しんでいる人に、この立派なお説教をすることではなく、泣く人のそばにいて、ただ肩を抱き、背中をさすり、涙が乾くまで共にいることではないでしょうか。自分の苦しさを分かってくれる人がここにいる。この人も私と同じ苦しみを知っていると思うだけで、人は苦しみから救われるように思います。高齢者の方々は、自分からは苦しかった人生について語らないと思いますが、あの優しい笑顔の奥に辛い過去をいくつも抱えておられます。もしあなたが今辛く苦しいところにあるなら、お年寄りの方の横に座ってみてはいかがでしょうか。安らぎを得ることができると私は信じます。そして高齢者の皆様、皆様の人生経験が若い人たちを助けることができるのです。これで本日の聖書のお話を終わります。今日のお話には神様とかイエス・キリストも出てきませんでしたが、共に苦しむという聖書のお話をさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございました。ここ数日、夜になると25度を下回るようになり、クーラーをつけないで寝ることができています。少しずつ秋が近づいているようですね。しかし日中は30度を超えていますので、皆様どうぞご自愛ください。神様のお守りが皆様の上にありますようお祈り申し上げます。ではまた来週、小森慶子の聖書のお話でお会いしましょう。さようなら。